見える海火メルマガ。こんにちは。一般社団法人海火 GP の村松大介です。今日はですね、結構いるかなと。あの、体がもう重くて重くて寝込みたいという時のですね、考え方、捉え方ですね。そのところのお話に入っていきます。なんかこう、ふっとこう、ある思いに入っちゃうと、どーんと体が重くなっちゃって、普段ね、とてもいいんだけど、とて,とてつもなくね、この寝込みたいみたいなところ。 あると思いますそのところのお話に入っていきます。寝込みたいほど体が重い時の対処法と捉え方です普段とですね、この感覚が違って、なんか体が重くて起き,起きてらんないとかですね、このなんかずっと、ね、寝ていたい怖さとか悲しさとか、何かあの脅迫観念とか、ドーンってなったときに、ね、どうしましょうというところです。体が重い って感じるのはですね何が起こっているのかというと、ですねこのそしてどう対処すればいいのかと。でまず、私たちの体っていうのは水素、酸素、炭素、窒素などの原子でできています。もうお肉は炭素ですね。で炭素のところにあの水、液体、窒素がありますで。それぞれの原子の電子運をバイオフォトンという素粒子がですね飛び交っています。でアルバート・ポップ博士もですね私たちの意識っていうのは フォトン、光ですよというふうに言ってますで。脳みその中だけではなくて、体のあらゆる部分で起こる全体現象、あらゆる全細胞でこのバイオフォトンを飛ばしてますよというふうに言ってますで。体があって、私たちの水素、酸素、炭素、窒素のこの原子があります。そのところをです、ね、このフォトンがこう飛び交ってます。ていうような感じです。そこにうれしいとかイライラとかいろいろなんですね。この フォトンが飛び交ってますある振動数になるとイライラってなるといろんな種フォトンがイライラになっちゃってみたいな感じですねでゼロポイントフィールドはこの背景すべてを生み出してくれているもう体の中も外も全部ですねがゼロポイントフィールドですでこの体のバイオフォトンが体が重くなるとこの振動数がもう下があ振動数が下がると重く感じるっていう感覚感覚ですかねすっきりしないとかずっと横になってたりとか寝込んでたりとか っていう感じですこの,体,の体が重いって感じるイコールこのバイオフォトの振動数が低くなっちゃってる状態恐怖とか悲しみとかですねこの無価値観とかどうせ俺なんてとかっていう感覚ですでこれはもうね本当に私も自己髭とかいっぱいやってきたので重くなるとかずっと寝てたいとかすごくこう分かるんですが体が重い時の対処法や捉え方の まずその1ですは、まず、まあ、当然ですが寝ると、で寝るとですねどんなことが起こるかなんですけども、すコーンとすっきりとですね、まあ、暗くしてあげて、体よくお風呂とか入ってほぐしてあげて、で体も眠い状態にして、お風呂入ってで、暗くして音も消えてる状態、静かな状態にすると、のんでもぐっすり、最初にすコーンと睡眠曲線が0.5ヘルツとかも下がります。その時になんと 嫌な記憶を消して体で覚える記憶が固定化されます。あと脳の中にお水がある脳の周りですねお水があるんですがその老廃物を取ってくれるとこれはスタンフォード大学のです、ね、西野誠治先生生体リズム睡眠生体リズム研究所の所長さんの西野先生の最高の睡眠スタンフォード式最高の睡眠の本の中に書いてあります。なのでぐっすりスコーンとこう寝落ちてあげるとそうすると 脳のお水がきれいになります2つ目がですねこのフォトンの振動数を高めることをする例えば楽しいこと、好きなことをするで重いと感じさせる体にそのありがとうみたいな響きをスーッとこう響かせてあげるとかというふうにしてですねこの低い振動数に高い振動数をかけると いうふうふにしてあげると落ち着いてきますあとはですねこのあの時ああだったからこうだったからとかあの人にこうだったとかあ昔のあれがまた出てきたとかっていうふうに捉えてしまうんですが昔のあれがとかです、ね、10年前のあの,あのトラウマがみたいなって思ってしまうんですが実は10年前も今も関係なくて関係あるのは周波数なんですね10年前の周波数と今の周波数がちょうどリンクしちゃって脳の記憶で 10年前の出来事が出てくるだけなのでこの周波数をその辛いとか悲しいとかねいじめられたとかっていう周波数に高い周波数をかけるっていうことです。過去の出来事をどうにかしなきゃではなくて今感じているヘルツを高めるっていうことですね。過去のの出来事自体はもう変えられないのでこの なんかすごい悲しみが出たときにあの10年前のどうのこうのでってやる必要はなくてです、ね、10年前の悲しみも今の悲しみもヘルツとしては一緒なのでその周波数あの悲しい周波数に自分の心地いいとか悲しかったねってこう寄り添いの周波数をかけてあげるというふうにしてあげるですがつ2つ目ですねそして3つ目どうするかこちらが を始めてお話しします究極編今私が感じている重いものを悲しみとか怖さとかを引き上げると地球全体の重いものも引き上げていますえそんなでっかいの引き上げてるのってこのパラレルワールド周波数でですねそこのフォトンの数を少なくするっていう感じですそして捉え方としてこう捉えるとその自分が一生懸命消化している時の気持ちがまあ、ある意味俯瞰してできる 地球をより良くするために今私の体を通してその消化をさせてもらっているという感じですすごい苦しいとか寝込んでたいって言った時に私個人の自分個人の辛さでこう思い通しようっていうんではなくてですねでもあるかもしれないんですがそれプラス自分のこの地球上にいろんな周波数がありますとその周波数の今悲しみを感じていたらその悲しみを 私が寄り添って悲しみが消化されると地球上の悲しみのパラレルワールドのにあるフォトンが数が減るっていう感じですイメージで言うと地球があって地球中の辛いヘルツとか楽しいヘルツとか感謝ヘルツは地球中でつながり合っていますあなたが感じていればその地球中のパラレルワールドにつながっていますこの、ね、辛いヘルツとか 楽しいヘルツとか感謝ヘルツとかそれぞれ周波数があります。で、ね、この辛いヘルツで私がここでね寝込んでたいと私個人のこの辛い過去のどうのこうのってあるかもしれないんですけども実は地球中のものが全部こう響き合って、まあ、戦争が起こったり自殺が起こったりコロナが蔓延したりしてしまうのでそこの周波数を高めてあげると自分が寝込んでこのうわーあーこんだけ大変だったんだねってこう。 ひたすらこう寄り添ってあげると。ですね。で、あなた自身が感じている辛いヘルツは、地球上の誰かさんも感じていて、あなた個人だけのものとか、過去の引きずってきたことは、あってだけではなくて、辛い出来事からのメッセージを組んで、おかげでに変わったときに、辛い出来事のメッセージを、あ、ごめんなさいね、同じになっちゃうんですね。あ、ごめんなさい。 えと辛い出来事からのメッセージをですね、組んで、おかげでになったとき、あなたの体内の1万粒の辛いヘルツがですね、えー、1万粒の感謝ヘルツにおかげでにこう引き上がります。だから自分の中に辛いが1万粒ありましたと、ほとんどそれが、あこんだけ大変だったの、ね、でも、この辛さのおかげでいろんな人に寄り添えるとか、これで、あのー、地球中のね、 あのー、スライ・ヘルツを私が引き上げることになると、あ良よかったなって,っていうふうになってあげると、それが1万粒がゴーンと引き上がると、そうすると、さっきのこの状態、ちょっとグレーが多かったのが、こんな感じにグレーが減って、で感謝が増えると、ありがたいが増えると。で、あなたが消化した分だけ、地球に感謝が広がります、おかげでが広がりますと。 だから寝込む時にああ、苦しい、またなんないようにみたいな一時しのぎではなくです、ね、あこうやって数が減ってると数が消化してるという,ふうに捉えていただくですねまた落ちるとかではなくて自分の体内のつらいヘルツがどんどん消化していくとでイコール地球中の数もどんどん減らして高めているという感じですなのでまとめるとご自身の体内の周波数はそのまま バイオフトンの周波数帯で地球全体とつながっています。であなた自身がこう寝込んであげながら辛いかもしれないんだけどもそれまた繰り返さないようにじゃなくてですねこのあこうやって消化することで私の体を通して消化させ地球全体を上げさせてもらってるというふうに捉えていただくとこの大変な中でも同じ大変で寝込む中でも意味合いが変わってくると思います。そういういうにですねぜひ この自,分の自分の中だけの辛いだけじゃなく地球上の人たちの誰かさんのものをこう一緒にこう引き上げさせてもらっているというふうに捉えていただければ苦しい中でもこう感覚が変わってくると思います。さてお知らせです来年のです、ね、1月24日新春開花 ズームセミナーですね、えー。世界中からご参加いただきます。日曜日一月二十日日曜日の二時から四時までですね。えー、家族ならご家族なら一アカウント何人でもお入りいただけます。で、会社のホームページからも入りできますし、こちらの QR コードを読んでいただければですね、三千三百円で。 家族ですね7人でも10人でもこうテレビにつないでこう見ていただいても大丈夫ですしで最後、ですね20分ぐらいこう質疑も一緒に取れればなというふうに感じております。ぜひですね多くの皆様にご参加いただいて新年をですねこう軽やかに、高らかに自分の概念がですね自分の新年の思いがそのままスーっと1年通して一生通して続いていけるようなお話しさせていただければと思います。 でではですね、この寝込みたいという話なんですけどもあると思いますある人から何かエネルギーもらったりとかですね何か事件が出来事が起こっちゃったりとかねあのなった時にドーンって落ちた時に体がドーンって重くなりましたとその時まず寝てあげるとでその後でこで自分の振動数が上がるような楽しいことをしてあげるとかあと考え方として3つ目の考え方としてはこの地球中のものを肉体を通して引き上げさせてもらっていると。 いうふうに捉えていただければ概念がますますこう広がってくるかと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。